10月になりましたということで、今週は10月のポイントを話していくんですけれども、10月一言で言うとですね、油断の月です。改めましてどうも、あいちゅーです。今週は私が勝手に10月をね、油断の月と言っているんですが、この10月を乗り切るというか、うまくねこうやっていくポイントを2つ伝えていきますので、よかったらね最後までお付き合いください。ポイントを話していく前に、なんで俺が油断の月だと思ってるか理由を説明したくって、これは特に塾講師やってる時にね、生徒を見ててすごく思ったことなんですけど、9月はどんな月かっていうと、メンタルが1年で一番しんどい月って話をしましたよね。でもメンタルがしんどい、こうね、メンタルやられる時期って、裏を返すとね、緊張感があるんですよ。しんどいけどね、でも緊張感があるからだれることってあんまりないんです。ただメンタルやられるから、うまくそれがね、なんか時間を使えないとかっていう反省は出てくるんだけど、だれるってあんまりないの。でも10月になると、9月1ヶ月終わったっていう解放感と、あと疲れが出るんだよね。疲労が出てくる。プラス、特に受験生はそうなんだけど、11月経って11月になれば、来月冬休み来るのよ。12月に。冬休み来るから、もう受験が近えって、冬休み来るよ。やっぱり私立始まんじゃんみたいなことになってくるから、やばいってなってきやすい。でも10月って、まだ11月あるぜ。でどっかで思っちゃうんだよね。だからね、身が入らない、なんか頑張らなきゃいけないことが分かってんのにっていう。でそこに疲労がプラスされて、うにゃーってなって油断になっちゃうの。受験生は特に顕著なんだけど、これ1年生も同じだからね、かなりそうなりやすいので、そうなってさ、もちろんそれでいいならいいよ、いいけど、多分この動画をクリックしてここまで見てくれてるってことは、そうなりたくないなってどっかで思ってくれてると思ってる。じゃあそうならないためのポイントを今回2つ伝えていくので、ぜひね参考にしてみてください。まず1つ目は、やること 10% 増量です。 10% 増量、つまりやることを増やしていこうっていう意識なんですが、ただこれみんながみんな当てはまるっていうことじゃなくて、みんなね、この今動画見てくれてるこの時点で、自分のさ、今この能力とやるべき勉強量ってちゃんと合ってる？大丈夫？例えばさ、今日これをこの量やろうって決めたのが多すぎて、いつも終わんないとか、全然足りない、ダメだみたいな風になってる方が、さらに増やしたら間に合うわけないじゃん。できるわけないんだよ、そんなのが。だからその方はまだちょっと下げてみ。ちゃんと今自分の適正量、適正の勉強量が分かる状態に、まず急いで見つけてくれ、そこで。それが見つかってる方、ある程度自分のペースがつかめてる方は、増やして、負荷増やしてごらん。ちょっと嫌な言い方しますけど、受験生の方とか、まあ、定期テスト前のね、1、2年生の方とか、このさ、10月負荷かけずに甘やかしてだらけたら、11、12踏ん張れないよ。特に受験生メンタルやられるぜ。ここでやっぱ踏ん張って負荷かけて、あの負荷にちゃんと耐え抜いたっていう自信やっぱりつけてほしいんだよね。だから増やしすぎも良くない。だからほんと 10% っていうのがこれ微妙なラインなんだけど、意識としては、まあ 10% ってね、そのこだわなくていいから、ちょっと負荷を上げていこうって、そういう月なんだっていう風に思ってください。9月にあった3連休の前に投稿したこの動画でもね、話しましたけど、みんなやるべきこと決めるとき数字つけるんだよ。数学頑張ろうとか、英語頑張ろうとか、過去問ちょっとやろうとかじゃなくて、過去問だったらどこだけやる？ 1 年分なの？それとも2年分なの？って量で決める。数学のワークは何ページやるの？英単語は何個覚えるの？って数字で決めてごらん。じゃないと達成したかどうかわからない。この10月ってだれやすい、油断しやすいから、まあ、なんとかなる人がずっといる、心の中に。だから頑張ろうっていう目標を決めがちなんだよ。でも頑張ろうは達成したかがわからない。達成したかがわからないから、いろんなことがなあなあになるの。だから頑張れたかどうかもわからないし、サボったかどうかも曖昧になっちゃう。すごく良くない？だから10月、今までね、数字をつけなくてもうまくいってるけど、もう強制はしないんだけども、できる限りやるべきものを決めるときは数字をつけて量を決めているようにしてください。そして2つ目は、夜の時間を使わないです。夜勉強するなよなんて言われたらね、いや夜しか勉強時間ねえんだけどって方はウィーってなるかもしれないんですけど、夜勉強するなっていうことではなくって、ちょっと言い換えるね、夜のあんまり期待するなってことです。夜の時間を当てにして1日の目標計画をするなってこと。できる限り早い時間に全て終わらせる。で夜はだから夜にさ、数学のワークやろうとか決めないで、そこはフリータイムにしてほしいの。
つまりその前で全体的にやるべきことが終わってる計画を立てておいて、もし終わらなかったら夜に使う、もし終わってたら夜は例えばじゃあフリータイムだから好きに使ってもいいし、もう終わるやるべきことやってるからさ、じゃあちょっとプラスで英語の英単語20個やろっかなとかもできるわけじゃん。つまりやるべきことのさらに上乗せでできちゃって、やべえ私かっこいい俺すげえってなれるし、その毎日そうじゃなくていいんだよ。さっき言ったみたいに、あ今日はちょっとね疲れたから好きな月月に時間使おうでもいいわけ。もうとにかく全てを早めにやるっていう意識を持ってください。だから夜しかやる時間ねえって言ってんじゃんかって思う方いるよね。すいません、いや分かってるんです。高校生とか特にそうですよね。夜しか時間ない方いると思うんですけど、それでも早い時間を意識してほしいの。はって思うかもしれない。でも何が言いたいかっていうと、じゃあ学校の休み時間とか通学時間とか、じゃあご飯食べてる時間、お風呂入ってる時間、トイレ行ってる時間、できることないんですかっていう意識を持ってほしい。俺の高校時代はきっとみんなよりは忙しくなかったと思う。まあ自由時間は多かったと思うんだけど、まあそれでも偏差値20足らない大学目指してたからさ、もう足んないわけよ。もうーってなるわけ。だからもう隙間時間めちゃめちゃうまく使ってたよ。うまく使うっていうのは、例えばさ、でもトイレにさ、参考書持っていきたくはないのよ。嫌だから、じゃあ、さっきやった英単語を思い出す時間にしようって、お風呂も参考書持っていけないじゃん。ふやけちゃうから、できないから。だから、お風呂は英単語を思い出す時間、ご飯食べながら英単語を思い出す時間みたいな。つまり、暗記を定着させるためにうまく使う。だって暗記をさ、繰り返す反復の時間を、その勉強机に座れるところからカットできたら、他の勉強進められるんだから。っていう風に、隙間時間をうまく使おうっていう意識を持ってほしい。ただ全部が全部もう夜絶対使うなってことが言いたいわけじゃないんだけど、できる限り夜にフリータイム、余白をいっぱい作っておくことによって自分の勉強計画が回りやすくなるので、特に10月はそれを意識して過ごしてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。うるせえなってね、いうこともちょっと言ってしまったかもしれないんですけども、塾講師やってた時にさ、まあ俺の力不足もあって、その10月を頑張らせきれなかった子もやっぱりいるわけよ。でもその子たちの多くがもっと頑張ればよかったってやっぱ言うんだよね。どっかでスイッチは入るからさ、だからそうなってほしくないのよ。もちろん俺はみんなの目の前にいるわけではないから、そこまでの力がね発揮できるかどうかなんてわからないし、絶対対面には勝てないから、みんなと顔合わせてさ、その塾の面談室みたいなところでこうみんなを鼓舞するというか、ね、こう話をするのとは絶対そこにはかなわない、かなわないけど、でも、まあ、自分の中で一個チャレンジが、こう YouTube っていう画面を通してでもみんなのこう心をちょっと鼓舞するというか、頑張ろうって思ってもらえるような関係って作れんじゃねえかなっていうのが今の俺の一番のチャレンジなのよ。結構そこがね、だから今回ねちょっと耳にうるせえなっていう言葉もあったかもしれないんだけども、ぜひぜひこうちょっと受け取ってもらって、もうね早くうるせえっていう気持ちはもっと全然構わないから、構わないけど、やんなきゃやんなきゃいけないんだなって、10月頑張んないと後で後悔すんだなっていうのは思っててほしい。そうなる子が本当に多いから、この動画をしかもここまで見てくれてるってことは、絶対変わりたいっていうか頑張りたいって思ってる子間違いない、間違いなくそう思ってるはず。みんなが自分自身で思ってるよりももっともっと向上心があって、すごい熱いものがここにある人たちなのよ、人たち。だからこそ後悔させたくない、っていう思いがあって今回ねこんな動画を撮らせてもらいました。ぜひ10月が終わった時に、まあ、毎月言ってるけども、頑張れたなって、100点満点なんてあげられなくて構わないけど、悪くなかったなって、改善点はあるけども頑張れたとこもあったなって思える10月になること。俺もね、俺自身も10月からスケジュールちょっと大変なことになってるから、ちょっと多分バタバタするし、きっとメンタルも不安定になっちゃうかもしれないけど、でもそれもうまく自分で機嫌を取りながら俺自身も頑張っていくので、ぜひ10月もお互いね一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。また来週動画撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間、そして今月1ヶ月間でね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。ここまで見てくれてありがとう。